ガルパピコ大盛り。気持ちいい。落ち着くよね。いつかみんなで行きたいよね。サークルが温泉になっちゃえばいいのに。いや、ありえねえから。だよね。感じだったね。みんなお疲れ様。マリナさん、いやーますますみんな上手くなって大変。タオル持ってくるね。もうこんなところに出っ張りなんかあったかしら。マリナさん大丈夫？ルンタルンタン、浮かない顔ね、ミナトさん。新曲のアイデアが浮かばなくて、何かこう今までにないような、そう、空高く突き上げるような衝動、そんな今日くあれ、サークル、何が起きてるの、何人かしら、一体何事。眩しいわ。いやー、まさかこんなものが埋まってたなんて思ってもみなくてびっくりしました。すごいね、マリナさん。なんか専門家が来て調査するらしいぜ。帰りにサークル寄ってみようか。私たちも取材受けられたりして。かすみは静かにしてないとな。なんでアリサの意地悪。サークル、この辺りのはずだよね。っていうか、こんなビルあったっけ。そういえば、あの変なギターを研究するための施設が建設されてるのニュースでやってたな。どうしよう、他のみんなもサークルにたどり着けないって。サークル、どこ行っちゃったの。ガルパ